ただいまより、サーパス津田沼の4階、内覧動画を撮影します。まずこちら玄関です。でこちらが、シューズボックスです。鏡はないです。続いて、廊下をまっすぐ行きますと、こちらが LD ですね。LDK ではなく LD です。なので、キッチンは、ちょっと隠れたところにございます。こちら、キッチンの方がですね、こちらになります。独立スペースになります。こちらのキッチンは洗面化粧台、失礼しました。食洗機がついております。で、こちらは、浄水器。こちら浄水器付きではないですね。普通の水道です。はい。続きまして、洗面室の方行きます。はい、こちらは洗面室です。段差がちょっと高い、洗面室になります。こちらが、洗面化粧台。鏡一つのちょっと小ぶりのタイプの、洗面化粧台です。こちらは洗濯機置き場で。こちらが浴室になります。浴室こちらは鏡が横長に、大きくあります。浴室バスの大きさはちょっと、普通かちょっと小さめです。続いてトイレです。こちらがトイレ、当然リノベーション物件なので、とても綺麗になっております。続いて、こちらが洋室ですね。玄関入ってすぐ右側の 4.5 畳の洋室でございます。はい、こちらに、窓があります。でこちらが収納スペースです。棚と、洋服かける、洋服暖室があります。続いて、向かいの部屋、こちらが約6畳の洋室です。こちらも窓があります。でこちらも先ほどと同じような収納スペースになっております。棚と、洋服かけるところですね。で続いて、こちらがですね、 LD 入る手前のところの廊下にも収納スペースがあります。はい、こちらが和室になります。和室は 1,2,3,6 畳の和室ですね。押し入れがあります。はい、で最後にこちらの LD から、バルコニーに抜けられます。こちらは、ご覧の通り、目の前はですね、駐車場になっておりますので、圧迫感はないです。日当たりがちょっと西日といいますか、南西からすごい日当たりがいいです。はい、以上です。こちらはリフォームリノベーションリフォーム物件なんで、とても中は綺麗になっているということと、あと日当たり良好、駅からも津田沼駅から徒歩12分の立地ということで、こちらのもう本当に価格になっております。以上です。内覧動画撮影終了します。